時々ふと考える。私はかつて人だったのではないだろうかと。まだうずくあるはずのない傷が、たぎる戦いへの闘志が、戦いの中に身を投じてきた己を、過去を感じている。私は今も戦いを渇望している。だから来る日も来る日も戦いを求め、山々をさまよった魔物を狩り続けるために。だが満たされぬ。乾く乾く。いつになれば、何と戦えば、私は満たされる。ある時、私は出会った一人の男と。互いに身動きすることさえ忘れた、あの刹那、巡り合う運命を感じた。乾ききった心になだれ込む激流、行き場のない闘志を燃え上がらせる豪華。たぎるたぎる。その男は笑みを浮かべていた。お前はなぜ笑っている？私も笑っているのか？ようやくたどり着いたと知った、この命のあるべき場所へ。戦った、ただ戦い続けた。数ヶ月が過ぎ、数年が過ぎても、男は命を落とすどころか、私を追い詰めることさえあったのだ。この私が、この男との戦いが、この時が永遠に続けばいいと、その時の私は本気で思ったのだ。たぎる戦いの終わりは突然訪れた。男に愛する者たちができたことを知った。男は愛する者たちを守るために、命を削り合うこの戦いから降りた。なぜ私はまだ終われないというのに。戦え戦え。いっそお前を殺しに行こう。わかっている、そうではないのだ。だが私の命は再び行き場を失い、虚無をさまよう。この虚しさ、そうか、かつての私が最後にまとっていた感情、それは虚しさだった。また私はそれをまとうのか。ひな、お前はいまだ私の希望、その心、まだ捨てずにいたい。再びお前と命を削り合えるその時まで、私は待つ。お前たち家族を見守りながら、その時のために今は眠る。その時は訪れなかった。お前が守ってきた者たちが、今度はお前を守る者へと成長した。愛する者ができた時から、
お前の命はもう自分だけのものではないのだな。守られる命、次に続く者たちのかがり火となる命。そうか、人とはそうだった。私はなぜ私なのか。この命はどこへ行けばいい、誰に返せばいい。野山をさまよい歩き、何度目かの冬が来た。戦うことさえできなくなった私は感じ始めていた。死を、この命もじきに終える。あっけなく何もなさぬままだが、思い残すこともない。何も、いや、そうではないな。先の湯はもういい。新たな命もいらぬ。ただ人と共にありたい。守るものが欲しい。それが私の命がたどり着いた答え。今はもうそれだけだ。そのことを願う。